ヒットマンン北海道探索チャンネル。今回は美唄市,市にある昭和のショッピングセンターコアビバイさらに1978年創業のファミリーレストランセンチュリーでございますご覧ください JR 美唄駅を降りて10分ぐらい歩いたところに商店が広がっておりましてその一角にあるショッピングセンターコアビバイでございます ショーケースの中には北海道らしい牛の写真が展示されております。展示なのかどうかちょっとわかんないですが、牛がいました。この銀のね、枠なんかも昭和の雰囲気が漂っております。 他にもキャラクターがいろいろ描かれてるんですが、中でもこの鳥ちゃんが本当に大好きで自分でイラストを描いてしまいました。何とも言えない可愛らしさがありますよね。ビバイは美しい歌の街みたいな感じで鳥の美しい声なんかももうちょっとね森の方に行くと聞こえます。 ビーバイに来たら大体私は寄ります。シャツ買ったりだとか靴下を購入したり消耗品をよく買います。もう天井のスリットの感じいいですよね。しかもレンガ調。いいさらに床なんかもねよく見ると凝ったデザインになっているんですよ。この柱のスリットの感じおしゃれですよね。でこのスリットにあった だよねそしてここは何でしょう旗でも刺してたんでしょうか休日になると日本のコキとかね刺さってたのかもしれないしどういう使い方をしてたのかは分かりません。 入り口は赤いラインになっておりまして、イオンの色で見慣れてたら、おおって感じしますよね。さらに、西口お客様出入り口というところがありまして、ちょっと裏口っぽい入り口があります。このね、タイルの雰囲気とか、冬でも滑らない感じになっております。こっちが正しいお客様入り口ということなんですけれどもね、裏口っぽい感じになっております。従業員口みたいなね、そんな雰囲気でございます。 この長い廊下がワクワクするんですよねで。横にトイレがありまして、トイレもなかなかレトロな雰囲気でした。小浴び場合に来れば何でも揃う、なおかつビバイの素晴らしい地元の商品なんかも手に入ります。主に衣料品、婦人服、 本屋さん、タバコ、薬、雑貨屋、靴、バッグ、さらにたい焼き、タコ焼きのお店、アクセサリーショップ、メガネ売り場、さらに調剤薬局、ケーキ屋、食料品売り場、キャンドゥコア店っていうね、もう何でも揃うコアビバイでございます。 照明はステンドグラス風のブロックタイプでございます。非常におしゃれな並び方してますよね。ゲームセンターなんかもありまして、懐かしのキャラクターなんかも見ることができました。クリボーは栗なのか、キノコなのか。ゲームセンターに行ってもなかなか見かけないようなレトロな機種。さらに、ライトケース。 かなり凝ったデザインとなっております。手すりなんかもボルトそのものがデザインになっているっていうことです。 コアビバイにはビバイ市ならではのご当地コーナーみたいな場所がありまして、地域街中スポットというね、大きな看板が出ておりまして、ビバイの食品会社である角屋の焼きそばなんかも販売しております。通常の焼きそばも美味しいんですが、石炭焼きそばっていうのをね、お勧すすめいたします。まあ、炭鉱町だったビバイ市らしい雰囲気がありますよね。まあ、札幌市内の方であれば、 実は、北連で購入することもできるんですよね。私はたまに購入いたします。さらにこちらは創業80年以上のお菓子屋さん、山下のプリンでございます。 さらに12号線沿いにお店があるカイヤというお菓子屋さんがあるんですが、まあこのような外観ですね。まあもちろんお店で直接購入することもできるんですが、コアビバイでも購入することができるということでね、ビバイの名産物をまとめて購入することができるっていうメリットがありますよね。 さらにご存知の方も多いと思いますが、福吉というね、焼き鳥屋さんがあります。ビバイ焼き鳥で有名な焼き鳥屋さんも、コアビバイで購入することができるということでございます。昔は札幌市内にもダイエーとかね、古いショッピングセンターとかあったんですが、イオン化することによってどんどん更新されちゃいましたからね、こういった昭和のままのショッピングセンターというのは本当に懐かしいなと思って見ておりました。 屋上も駐車場になっておりまして、窓になってますが、中から見るとこのような感じになっております。もう外から見ても中から見てもおしゃれなんですよね。それがコアビバイでございます。水たまりに映る逆さコアビバイさらに入り口にはタクシーとか呼びたい人のためにあるのか、ピンクの電話もありました。まあ、りかし新しいピンクの電話でしょうね。 皆さんもぜひ、ビバイ市にある昭和のショッピングセンター、コアビバイに行っていただきたいなと思っております。もう買い物も楽しいですし、こういった床とかライト類、照明類を見るのも本当に楽しいですからね。楽しかったです。うん、さらにコアビバイの向かい側にはお店がずらーっと並んでますよね。色鮮やかで明るい雰囲気でございます。主に服屋さんだとか飲食店が並んでおります。 こちらのお店はどうやら休憩時間中だったのかなお蕎麦屋さんでございます。 この天井の形と色合いは昭和らしい楽しい雰囲気を醸し出しておりますここにあるのがファミリーレストランセンチュリーなんですが入り口にあるオブジェなんかもね本当に見応えがあってお店の中に入るまで時間かかりましたで1978年創業ということなんですがこの食品サンプルはいつからあるんでしょうね やっぱりレストランはショーケースがあってそこに食品サンプルがあってレストランだよなっていうイメージですよね。そういう特別感があります。で、この車、あお子様ランチのね、車だと思うんですけれど、昔総合デパートの一番上にあったレストランのお子様ランチを思い出しました。本当に懐かしい気分になりました。 おそらく創業当初からあるんじゃないかと思われるような看板だとか、こういう、なんだろうね、シールなのかイラストなのか、ちょっとスケルトン気味のね、ちょっとホラー的な可愛らしさがあるパンダ、キリン、クマでございます。 入り口にはおすすめのメニューが書いてありまして、一番下にお子様ランチって書いてあるんですよね。まあ大人がね、お子様ランチ注文するのはちょっと難しいとは思うんですが、私的にはさっきショーケースにあったお子様ランチのね、車のプレートをね、再び見たかったなという気持ちがありました。 レストランなんだけれども、食堂にあるような漫画だったりとか、あとビバイ新聞も読むことができました。ビバイ新聞読みました。非常にね、マニアックな、この辺じゃないとわからないようなこととかね、記事があったりして非常に面白かったです。 座席は1階と2階があるんですが、2階は封鎖されていました。おそらく団体客用向けなのかなと思って見ておりました。メニューもさすがレストランという感じでね、王道のカレー、スパゲティなど、さらにパフェなんかもありました。 レストランなんだけれどもコーヒー1杯だけ飲みに来たみたいなねそういう利用の仕方もありなのかなと思って見ておりましたファミレスは濃い色鮮やかなクリームソーダやっぱクリームソーダってやっぱ華やかっすよねステーキのセットメニューでございます焼き加減もそれぞれレアミディアムウェルダンなどが、ね、ありまして好きな焼き加減に設定できるということでございますお天井飾りのあるお店なかなか珍しいですね この天井の飾り見たら方平感を思い出しますミートスパゲティでございます出された瞬間はジューッていう熱い音がしておりました皿で出てくることがね多かったりするんですけどもこうやって鉄板で出てくるとね一味違いますよね特別感があるなぁと思いました コースをね、自分でカスタマイズしました。パン、パンですね。さらに、えー、フライドポテトでございます。フライドポテトが来たら、自分の中ではね、味噌汁かなと思いました。和風、洋風、中華、どれもあるレストランということなのでね、まあ、自分でカスタマイズするのもいいんじゃないですか。さらに、えー、パフェでございます。かなりね、ボリュームもありまして、種類も豊富なパフェとなっております。 ということで、ビバイ市にあるレストラン、ファミリーレストラン、センチュリー。この漢字、当て字でセンチュリーと読むそうです。本当に素晴らしいレストランなので、皆さんにもぜひ行っていただきたいなと思っております。 今回登場したコアビバイとセンチュリーのおさらいでございます。一番右,右側にビバイ駅があります。12号線をまたいで左側にね、ずっと行くとコアビバイがありまして、コアビバイのちょっと向かい側にセンチュリーがあるということでね、まあ、位置的にこんなイメージでございます。いかがだったでしょうかビバイ市、素晴らしいところですね。そんなところでありがとうございました。